生まで生活してますんでね、この経済性は追求さにいけませんけど、同時に公益性、あの自然保護ですね、そちらの方も追求さにいかん。林業を始めるきっかけは、あのね、うちの父、祖父の代はね、非常に山作っとったんです。あの天然の根鉱林を交えた、本当にね、まあ、日本ではそうなかったような山だったと思うんですけどね、ある時父の代になりまして、あの業者さんに任したんです全部。そしたらね、駅がバーッとね切られていって、このままじゃ私らはね、定年して帰っても山はもう残ってないと、もう早く帰らない、帰って自分でやらないかんなということで、昭和53年に中途退職して帰ってきました。まあ自伐林業というのはね、やっぱり自分のごとく自分で、まあ、切ると書きますけどね、やっぱり自分でやることですわ。それで私はね、もう一つ自伐の自由は自由自在、何をするもこのね、あの何ていうか、自由にやれるということ、それで自由な考えの発想をもとにやれるということです。それとはもう一つはね、自伐の自由は自立林家になるということ。ほんで自伐でやっていくとね、それができるんですわ。自伐型林業并没有规范的森林施作形态，可以依据每个人的喜好，在自己的山林做出理想的样貌。而桥本光志先生的山选择将自然生长的阔叶树保留，进而创造出真阔叶混合林。但某些工作者则选择除掉非经济树种的阔叶树。私のところはもう100以上は増やす気はありません。100ヘクタールが適正規模と思っております。産業道を入れて、それを10等分して、あの10年に一回りするようにしております。その年にいる分だけ切ったらいいんでね、それほどたくさん木を切る必要もないんです。やっぱり皆伐したら後がね大変ですので、できるだけ皆伐をやめて、まあ間伐宅伐制御でいこうと。それにはどうしてもね、いろいろこう考えた末に行き着いたところがこのような産業道、それと少人数でやる、できたら家族でやる。これはあの洗い腰言うて、谷を渡るときにこのようなやり方をします。で、あのいい石があるときは石を利用してやってください。これでももう30年以上経っていますけど、大きい雨もね、あの台風も来たんで、大きい雨が出ましたけど、全然傷んではおりません。それでここで谷を渡るときはね、どうしてもこれちょっとね、ここで下げといてくださいね。道に水が乗らんように、そのようなやり方をしておいてください。山作りしようと、単純に山作りとしては作りやすいんです。作りやすいですけど、それやるとどうしてもね、自然中途の環境のために良くないということで、私はできるだけ根鉱林にしております。在100公顷的土地上，华北40年时间开设了近30公里的作业道，在这段时间只有20公尺因降雨冲刷而崩坏。私たちは小さい1階でやっていますので、小さい1階でやっていこうと思ったら、こういう2メーター30前後の道を高密に入れることです。それによって大型構成の機械を入れれませんけど、小さい機械で高密に入れたらやって作業ができるということ。ほんで大きい機械入れたらね、生産性はプスッと瞬間に上がりますけどね、物事は必ずプラスとマイナスありますんでね、メンテナンスがいろいろだから考えましたね。私の考えで言うたら、マイナスの面が多いんじゃないかいなと。一つは自然も破壊する方向に行きますんでね、それと金がかかるし、まあ農業でお百姓さんようやると機械貧乏、そのようにも、ね、なりますんで、小さい機械で、まあ、コンパクトっていうの、それでやっとるということ。それでこの小さい道見ていただきましたけど、本当に自然を荒らしてないんです。本当に何て言うんかな、こう自然の中に溶け込んだというんかな、そのような感じを受け入れられたんじゃないかと私は思います。